Type-C の充電ポートになっています。はじめまして、こんばんは、橋本です。今回紹介するのはこちら、8月にね出たばかりのレノボのね最新のタブレットになります。レノボタブ M8 サードジェネレーション、幅 199mm、 高さ 122mm、 厚さ 8.15mm、 重さ約 305g、 ディスプレイ8インチ WXGA IPS 液晶、 Android 11搭載、 CPU MediaTek Helio P22T オクタコア、内蔵メモリ RAM 3GB、 ROM 32GB、 バッテリー 500mAh、 カメラアウトカメラ500万画素、インカメラ200万画素、マイクロ SDXC メモリー対応ということでね、先にスペックをね紹介したんですけれど、レノボから出たねミドルクラスのタブレットになります。まずはねレノボの紹介から。スマホをねメインで使われてるよっていう方にはね聞き慣れないかもしれないんですけれども、パソコンのね大手のメーカーです。香港にね本社があるんですけれども、そのレノボという会社と NEC のね合同で作っている会社の商品なのかな。 NEC とか富士通とかともねグループになっている企業なので、まあかなりね大手なところだなっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。元はねレノボっていうブランドは先にあったのかもしれないんですけれども、 IBM のねパソコン部門っていうのをまあ買収してね、それからねずっと続いている息の長いメーカーですね。でスマートフォンのね場合ではモトローラっていうねブランド名を使っているかなと思います。じゃあね、そろそろ開封をね、していこうかな。とりあえずね、ビニールから出してみましたが、こんな感じ。レノボタブ M8。で、ここにもレノボって書かれていて、Google Kids Space だとか、エンターテイメントスペースっていう風に書かれていますね。なんだろう、よくわかんないけども。で、まあ、サイドはね、こんな感じのデザインになってます。かっこいいね。オープン。これが本体と。そして、付属品は、マイクロ SD を抜き差しするときのピンだね。SIM 対応モデルの場合は、SIM カードもね、これで抜き差しします。そしてクイックスタートガイドとサポートの紙、充電器と USB ケーブル。ちょっとごめんなんだけどさ、保護シートだけ貼らせて。今回買ったのはこれ、アステックのちゃんとねレノボタブ8サードジェネレーション用対応っていうことになってます。ふう、なんとかね貼れました。反射防止のねフィルムで結構いい感じで、ちょっとびっくりしたのは上下がねビッタビタすぎ、隙間がないんで左右はね若干あるのよ、だからまだ合わせられるんだけど上下が結構難しかったね。あとレノボのこのマークとかがさ本体についてたんだけど画面直張り透明のシートがあってその上にね貼ってあるのかなと思ったらシールだけっていうね、マジビビる。じゃあね、ちょっと背面、シリアルとかをね、ディスプレイにね、貼ってあったステッカーでね、隠したところで全体見ていこうかな。背面ね、ちょっともうすでにね、ちょっと指紋つき始めちゃってるけども、アルミでね、できている、まあかなりね、上質なデザインになってるかなと思います。上側は、これプラスチックなんだろうか。上側はプラスチックっぽいね。この背面がアルミっぽい感じです。上下はプラスチックみたいな感じ。じゃあ全体をね見ていこうかなと思うんですが、こちらにねインカメラだったり明るさのセンサーだったかなか何かがあると。そして背面カメラはこれで、電源ボタンと音量のプラスマイナスかな。でここはなんだろう、マイクかな。わ、いや、マイクは上の方って書いてあったような気がするな。なんだろう、よくわかんないけども。ちょっとした穴が開いてます。で、こっち側があれだね。マイクロ SD スロットだね。で、あとは、これがスピーカーかな。安心のね、イヤホンジャックついてます。そして、下側なんですが、
Type-C の充電ポートになっています。そして付属品もね見ていこうかなと思うんですが、ペリッと充電器もこんな感じ。まあ質感悪くないね。 5V の 2A です。でケーブルの方は当然 Type-C ですね。でこっち側は普通の USB-A になってますので、普通のね一般的な充電器で充電できると思います。でね、このタブレットなんですけれども Wi-Fi 専用なんですが、 GPS とね GLONASS 搭載してますので、ポケモン GO だったりだとか、まあ、ナビだったりとか、そういったね位置情報を使うアプリっていうのも使うことができます。 Wi-Fi に関しては 11A、B、G、N、AC に対応していて、 AX はね非対応ということになっています。まあ AX はね非対応とはいえ、まあ今のねあの環境で言ったら AX っていうのはちょっと過剰なのかなっていうね、あの家の光ファイバーとかを10ギガとかに変えないとなかなか生きてこない部分なので、まあまあ大丈夫かなと。 Bluetooth はね 5.0 に対応しています。じゃあ早速ねちょっと起動してみようか。どこまでいけるかわかんないけどね。電池は残っているのだろうか。起動したね。かっこよ。ようこそ。ようこそということで、日本語開始。おい。ちょっと Wi-Fi だ。とりあえずオフラインで設定しまして。で、東京でいいですね。東京。日付は違います。で、セットアップ完了と。何にも設定してないです。Wi-Fi すら入れてないです。同意をね、2つ押しただけと。で、こんな感じと。このフィルムもいい感じだね。ちょっとね、つや消しみたいな感じなんだけれど、あんまりねひどいガサガサもせずにいいマット調って感じ。設定をねちょっと見ていこうかなと思うんですが、電池バッテリー保護モードありますね。バッテリー保護モードをオンにしておきましょう。自分はね基本的にそんなにね外に持って出るということではないので、そんなにねバッテリーのコネクタを抜いてからの持続時間というのは必要ありません。その場合にはこういったね、バッテリー保護モードっていうのを入れておくと、レノボの場合だとね、40% から 60% の間で充電しますよということで、まあバッテリーがね、傷むのを防いでくれるっていう感じになります。まあ、バッテリーのね、ライフが長くなったりだとか、あと膨らんできちゃうっていうことあると思うんですけども、ああいうのをね、防ぎやすい形になります。一応ね、もう一度手順を見ておこうかなと思うんですが、上のね、タブを、上からね、画面をね、2本指でスライドすると、このようにね、設定の一覧が出ますので、ここにね、設定マークありますんで、歯車マークね、これポチッと押していただいて、で、電池をポチッと押していただいて、で、ここにね、バッテリー保護モードっていうのがあるので、オンにしておいてもらうとね、基本つなぎっぱで使うよっていう方はね入れておいた方がいいです。つなぎっぱだとねずっと 100% を維持しちゃうと思うんですけども、まあそれはそれでね劣化する原因になるので、まあ40から60っていうことでね、かなり安全なね領域で行き来することになるのでいいんではないかなと思います。でお外にね持っていく用事がある時なんかはこれをねポチッと止めて充電してあげれば OK と。で今回はねマイクロ SD の方はね準備していません。まあ本体のねメモリが 32GB ありますので、今のねタブレットからデータを移すぐらいだとまあ入りきっちゃうなということで準備はしなかったです。でまあ必要になったらねSD カード入れてあげようかなと思っています。まあ近いうちにね入れる予定ではあります。ちゃんとね Google の Gmail、 マップ、 YouTube、 ドライブ、YouTube ミュージック、 Google プレイとか Google One とか連絡帳とかも使えますので、
あの Google のねサービスもしっかりと使うことができます。キッズなんとかって何なんだろうね、よくわかんないんだけど、キッズスペース、 Google キッズスペースみたいです。お子様のアカウントが必要みたいですね。お子様のアカウントは持っていませんお子様のアカウントは持っていないんだよな。で今回ね Android 11搭載っていうことなんですけども、これがGoogle の標準的なホームかどうかはわからないんだけれど、まあ使い方はそんなに変わんないかな。ここにね前はアプリ一覧のねマークがあったんだけれど、まあそれがスワイプになってるぐらいかな。であとはねデフォルトで入ってるものはちょっと見づらくてごめんね。 Google アシスタント、 Chrome、 Play Store、 Play Store はさっき中にもあったかな。カメラ Go 設定、そして Google Pay、 カレンダー、 Amazon Music、 Amazon Music 最初から入ってるんだ、って感じになってます。まあ余計なものもねあんまり入ってないタブレットっていう感じで、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。じゃあね、もう起動画面をねいくら見てても仕方がないので、まあ、話にね戻っていこうかなと思うんですが、ベンチマークとかはねしません。 CPU がねメディアテックヘリオでいいのかな、 P22T ということで P22 の強化版なんですけれど、もうすでにねいろんなスマートフォンだとかタブレットに使われていて、散々ねレビューは出ているので、特にねベンチマークをね測る必要はないのかなと思います。でメモリもね3ギガ載ってますし、LPDDR だったかなの4ということで、高速なねメモリも搭載していますので、メモリに関してもね問題はないのかなと思います。でゲームに関してはね、この機種でね確認したわけではないんですが、同じねヘリオ P22T だったかなの機種で調べて、コールオブデューティーだったりとか PUBG モバイルだったりとかっていうのは遊ぶことができます。レースゲームではアスファルト9かなとかをね遊ぶことができます。なので 3D ゲームもねまあ普通に遊ぶことができるのかなといった印象になっています。ただねAndroid の中にもめちゃくちゃね重たいゲームっていうのがありまして、原神インパクトでいいのかな、あれ読み方、まあ、本当にねゲーム機でやれよっていうようなねゲームがあるんですけども、まあいうのはねちょっとかなり厳しそうでしたね。じゃあね次にねこのタブレットのいいところ悪いところ言っていこうかなと思います。まずはね悪いところから言っていこうかなと思うんですが、 Type-C なんですが USB のねバージョンとしては 2.0 というところです。ただね USB でデータ転送しますかっていう感じなんだよね。あんまり重たいデータのやり取りってタブレットとやんないと思うので、まあそもそも動画編集とかするようなゴリゴリにねスペックの高いタブレットではないですので、とかカメラ性能がトップクラスにいいとかっていうタブレットではないですので、まあ常用レベルのタブレットっていうところなので、そんなにねゴリゴリに重たいデータの転送しますかというところで、まあそんなに気にしなくてもいいのかなと。でタイプ C でねドック、ノートパソコン用のドックとかつないでね拡張しようって思ってる方がいたら、もしかしたら動かない機能とかもあるかもしれないです。一部のねドックとかを確認してみたんですけれど、 2.0 の場合は HDMI は動かないよって書かれてるものがあったりとか、まあそんな感じで、ね、書かれていたので、まあ他のね機能が絶対動くとは言えないですけれど、未確認ですけれど、まあ一部動かない機能もあるのかなと思います。次がね非防水です。このタブレットね防水じゃないんです。今時ね防水じゃないタブレットっていうのも珍しいのかなとは思うんですけれど、まあね手が濡れてる状態で使いたいっていうニーズはあるとは思うんですが、まあそこはね残念ながら非防水ということになっています。はい、まあ水滴がねこの画面とかにつくぐらいは別に大丈夫ですけれど、中にねこの継ぎ目とかに水がかかるような
状態で置いておくと、まあ、傷んじゃうかもなっていう感じですね。あとはコネクタだったりボタン類だったり、そういうところはね、水のついた手とかで触らないようにした方がいいのかなといったところです。まあどうしてもね、水のねあるところで使いたいよっていう時は防水ケースとかを使う必要があるのかなというところになってきます。で、次 AX 非対応ということで、 Wi-Fi のことなんですけども、 Wi-Fi 6 AX に非対応です。ただね、これね、先ほども言ったんですけど、いるっていう話で、家の回線をね、10ギガとかに契約をね、変えないと、そもそもね、AX っていうのは活躍しませんので、まあそういった意味ではね、AC 対応しているので、必要十分っていうところはあるのかなと思っています。で、次がね、もう一つちょっと残念ポイントなんですけれど、実はこれ、フル HD 非対応です。WXGA というのが 1280×800 ドットということで、 720p の縦、まあ、横向きに横画面で使った時にね、縦がちょっと長いっていうぐらいのディスプレイになっています。なので、フル HD とかの綺麗なコンテンツを見たいよっていう時には、まあ向いてないのかなというところなんですが、まあぶっちゃけ映像コンテンツって 720p が多いのと、もっと綺麗なの見たいってなったら今 4K になっちゃうじゃないですか。まあそれを考えたらね、まあ別にそこまで気にしなくてもいいのかなっていう気はしてるけども、多少ね、やっぱり文字の滑らかさとかそういうところは若干変わってくるのかなっていう気はしますが、まあ8インチでね、 1280×800 ドットあれば、まあノートパソコンとかよりは全然ね、細かいので、まあ最近のノートパソコンと比べるとあれですけども、画面もね、そんなに言うほど汚いっていうほど荒くはないんじゃないかなと思います。まあ今のね、レティナとかに慣れてるとあれですけども、気にするようなね、ところではないのかなと思います。次、いいところ、タイプ C、 まあ USB ね 2.0 ではありますけれど、マイクロ USB ではなくてタイプ C を使ってくれたっていうことで、表裏がないんですね、タイプ C。 これめちゃくちゃ便利で、タブレットとか使ってると半分ねじれてるっていうことよくあるじゃないですか、ケーブルがね。まあそれがね、ないっていうのはめちゃくちゃ嬉しいよなと思います、半周ねじれてなんかコネクタに負担かかってるっていうのは気持ち悪いんでね、まあ、そういった意味ではタイプ C がね使われてるのはいいのかなと思います。それからマイクロ SD 対応っていうことで、最近はね SD カードの入らないスマホとかタブレットとか、まあまあそこそこね増えてきてるとは思うんですけれど、マイクロ SD にねしっかり対応しているので、まあ本体ね32ギガですけれど、プラス128ギガぐらいまで使えるのかな、プラスして使えるので、かなりね容量は余裕があるんじゃないかなと思います。それからマルチタッチがね10点対応っていうことでね、まあ全ての指でねタッチをしても操作ができるよということになっています。そんなにね使わないように 2,3 本でいいよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、先ほど言ったね PUBG とかをねプレイする方なんかは、まあ割かし6本指とかで操作されるっていう方もいらっしゃいますので、つわものだと8本指とかいるのかな、まあいらっしゃいますので、まあそういったね方でも全然大丈夫ということになっています。そして次にね、ヘッドホンマイクのコンボジャックがついているということです。最近ね、またねこれもついていないタブレットだとかスマートフォン増えているんですけれども、やっぱりね有線のイヤホンって便利なんだよね。まあ一つ持っとけばさ、カチャッとつないで使えるっていうのはねめちゃくちゃ便利なので、まあこのねジャックがついてるっていうのは一つねポイントかなと思います。そして最後になったんですけど、値段、性能はね必要十分なんですけども、値段がめちゃくちゃ安いということで、まあめちゃくちゃねいいんじゃないかなと思います。でサムネにね1万円台で買えるって書いてあると思うんですけれども、実際自分が買った価格は19,980円、ギリギリ1万円台に入りました。だけれど実際にはね、どのぐらいの価格帯で売ってますかっていうと、24,000円前後
まあ、2万6千円ぐらいの時もある、最安でまあ2万4千円かなぐらいの感じで売られています。で、自分がね、なんで安く、買えたのかっていうと、会員専用のね、セールがあったからなんですけども、別にレノボのセールとかじゃないですよ。普通にショップの登録してるね、ショップからオータムセールやるんで買いませんかみたいなのが来て、見たらあったんだよね。で、まあ慌ててね、ポチッと買っちゃったというところです。で、もう自分が見た時点でもね、残りわずかになっていて、セール自体もね、何日までっていうのがあって、すぐにね、終了しちゃったので、まあ今はね、1万円台では買えないかもしれないです。自分の知らないところでどっかでセールやってるかもしれないんですが、セールをね、使うと、まあ1万円台ぐらいでギリ買えるかなぐらいになってくるかなと思います。で、そうだそうだ、ここにね、ちょっとカンペ作ってあったんだけど、カンペにね、入れ忘れてるんですけども、GPS 搭載っていうのもね、いいのかなと思います。Wi-Fi のみのね、端末で、GPS に対応しているっていう端末は、まあ、Android 系だとね、なくはないんですけれども、少ないので、この辺はね、一つポイントになるかなと思います。まあ、ただ、ポケモン GO とかが流行ってからは、割かし増えたかなと思います。まあ、ナビとかね、できるんで、普段ね、別にナビとか使わないよっていう方でもね、とっさにパッと開けるっていう状況があるっていうのはね、ちょっと大きいと思うので、まあその辺はね、いいのかなと思います。ただね、もちろん Wi-Fi 専用モデルですので、こういったね、Wi-Fi ルーターがないと、通信することができませんのでね、まあスマホからね、テザリングでデータをね、飛ばしてもいいと思いますが、それがね、難しいっていう方は、Wi-Fi ルーターとかがあると便利かなと思います。そうだそうだ、先ほどもね、説明したんですけれども、バッテリーのね、保護モードっていうのがあるっていうのもやっぱり大きいかな。自分なんかはね、もう本当にね、つなぎっぱなしが多いの。パソコンと同じ感覚で使ってるから、別に外に持っていこうと思ってないのよ。だから 50-60% 充電されてれば十分だから、本当バッテリー保護モードっていうのはありがたいかなと思います。前使ってたねタブレットっていうのが、まあ、結構古い機種なんだけれど、ゴリゴリにハイスペックなんですよ。ゲーミングタブレットっていうやつで、めちゃくちゃハイスペックでめちゃくちゃ熱くなるっていうやつで、ゲームしてたらね、アダプター挿してでもガンガン減るっていうね、タイプなんですけども、バッテリーのね、保護モードとかないんで、そういうゴリゴリの機種っていうのは、まあある機種もあるのかもしれないんですけど、自分が使ってたやつとかには全然ないんで、やっぱりね、電池がダメになっちゃうんだよね。そういったね、点でもいいのかなと思います。で、自分がね、機種変更して、そのゴリゴリのゲーミングタブレットから、このね、安いタブレットに乗り換えて、性能下がっちゃうんじゃないのかなっていうところあると思うんですけれども、意外と、グラフィックスはね、下がるんですよ。グラフィックスの性能だったりとか、画面の解像度。あれはフル HD プラスちょいぐらいの解像度だったので、その辺若干下がるんですけども、 CPU とかはね、意外とその機種の世代がね、随分開いたので、こっちの方がちょっと上ぐらいになるので、まあそんなに不都合はないかな。最近そんなにタブレットでゴリゴリのゲームもしてないし、まあやるにしても PUBG とかなんで、まあ別に動くんで大丈夫かなっていう感じ。じゃあね、今日はね、この辺でもう早速ね、タブレット使いたいんで終わりにしようかなと思います。だらだらとね、話を続けてしまったんですけれども、最後までね、聞いてくれてありがとうございました。この動画面白かった、また見たいとかね、こういうところどうなのっていうのがね、聞きたいよっていう方がいらっしゃいましたらね、コメントの方とかね、ツイッターとか、インスタって書けたっけわかんないけど、まあいろんなところでね、教えてくれたらなと思います。この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録もね、ポチッとしていってください。もしね、何か追加でね、レビューとかあったら、またね、やりますので、ベルのね、形の通知ボタンを震えてる形にね、しておいてもらえると、通知がいくと思いますので、気軽にね、ポチポチっとしていってください。本日はこれまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。